イラン史上初の受賞作、ベッツリを監督したアスガル・ファル・ハーディイランは1994年に初めてアカデミー、国際長編映画賞に映画を出品した。1979年のイラン革命以前には、イラン帝国が1977年に一度だけ出品している。2018年度までにイランは、累計24作を出品しており、そのうち、 マジット・マジリの運動靴と赤い金魚、アスガル・ファルハーディのベッツリとセールスマンがノミネートに至り、ベッツリとセールスマンが受賞を果たしている。また全出品作のうち5作がマジリ、4作がファルハーディの監督作である。2012年9月24日、花嫁と角座島が第85回アカデミー賞外国語映画賞への イラン代表作に選ばれたことが発表された。しかしながら同日、イラン政府側は、米国発の YouTube ビデオ、イノセンス・オブ・ムスリムズに対して、オスカーのボイコットを要求した。ロイターは、イランのイランの文化、イスラム指導省のモハマド補正2がボイコットを呼びかけたと報じた。1956年より、映画芸術科学アカデミーは、外国語映画賞を設置し、 各国のその年最高の映画を招待している。外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。イラン代表作は、毎年秋にファラビシネマティックファウンデーションが任命した委員会によって選考されている。1995年の白い風船は、 ハリウッドに提出された後に、イラン側は出品撤回を求めたが、アンパスはこれを拒否した。出品作は、バフマン・ゴバディの2作品とファルハーディの、ある過去の行方以外はすべて、ペルシア語である。アイラブ・ビエンナ、ペルセポリス、そのひとときの自由、ババジューン、アンダー・ザ・シャドウは、イラン人が監督した映画であるが、他国の代表として出品された。以下はイラン代表作の一覧である。 ありがとうございます。